イカリ修平は日本のギタリスト、ミュージシャン、日本の元ラジオパーソナリティである。大阪府出身。本名同じ。バンドヘイスミスのギタリストであり、リーダー。身長182センチメートル。体重70キログラム。血液型は A 型で出生したと思っていたのに、献血に行ったら O 型だと言われたことから不明としている。修平の名前の由来は、 シューベルトと同じ誕生日だったため、大阪府豊中市生まれ、小学校から高校までは一般的な公立高校でサッカー部に所属。大学は関西外国語大学。小学校から高校までコピーバンドでドラムスを担当していたが、当時のメンバーがオリジナル曲を作ることができず、曲を作る目的で自身がギターを始めたのがギタリストとしてのきっかけ。 大学在学中にバンドヘイスミスを結成し2009年に国内インディーズデビュー。自身が企画し出演した野外フェス、はじけてまざりフェスティバル2014を最後に正式なアナウンスはなかったが、ヘイスミスは活動休止状態に。2015年メンバー脱退が発表され、新たなメンバーでの活動がアナウンスされた。アテブリオキラ一上派番組には出演していなかったが、 生演奏ということで2018年11月、ラブミュージックに出演。その時披露したノット、ATB 賞は異常な BPM で演奏された。2018年11月から2019年3月に渡って FM 熊本でラジオ番組を持った。2019年7月には気境から農協を併発して1ヶ月程度入院した。 スピーディーなメロディックパンクやカッティングでの演奏を得意とする。パワーコード主体の音楽性が特徴。特に右手の刻みはかなり速い。ヘイ・スミスではボーカリストも務める。しゃがれた声が特徴。しかし本人はあくまでギタリストであり、自己紹介の際もヘイ・スミスギターと名乗る。歌は音楽を伝えるために必要なことと答えている。ギターは ESP のエクスプローラーを使用。学生の頃憧れたバンドがレスポールを持っていたため、違うギターで有名になると決めたのに、後にメタリカのジェームズ・ヘッドフィールドを見て学然としたという。サウンドプロデュースも積極的に行っている。これまで手掛けた作品は、ディジー・サンフィスト、島島大のお酒好き、麺類が好き、好きな食べ物はラーメン、そば・うどん、 パスタとお寿司。好きなバンドは、ノー FX、ランシド、メタリカ、ハイ、スタンダード、サブライム、ノーユースフォアネーム、パンテラ等。好きな有名人は、ダウンタウン、アムロナミエ。地上派はテーブリア、口パクのアーティストが多すぎるから好きじゃないとしている。ありがとうございます。